今週19日、20日、DeNA 桑原将志選手が2戦連続の初回先頭打者本塁打を放ちました。2戦とも、これが先制点となり、DeNA は勝利しました。スポーツの世界において、先制点は非常に重要であり、特にプロ野球では、先制点を取ると約 70% の確率で勝利すると言われています。そのような中で初回先頭打者本塁打を放つことは勝利をぐっと近づけると言っても過言ではありません。本日はそんな先頭打者本塁打を数多く打った選手を10名発表します。第10位、秋山翔吾、21本。同じく第10位、野村健次郎、21本。第9位、山崎博之、22本。第8位、西俊久、24本。第7位、柴田勲、25本。第6位、松井稼頭央、26本。第5位、尾形光一、28本。第4位、西毛博道、30本。第3位、高橋義彦、34本。第2位、真弓明信、41本。第1位、福本豊、43本。最後までご視聴いただきありがとうございました。